ありがとうございました。それでは、京都女子大学の安部さんからコメントになります。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ですね、並木先生はですね、私の実は大学院時代の指導教授でして、それで恩師にコメントをするというのもなんですので、今日はですね、先生のお話を私の専門分野であります服飾に当てはめて考えてみることでコメントに返させていただくことにしました。では、先生のご発表の使うものと見るものの、境目が曖昧になる場合があるという先生のご発表の部分に対し、これを服に当てはめてみますと、服は機能の一つに人を飾るということがあるわけですから、服は身につけられた時点で飾るという機能を果たす使うものとなり、他者からは見るものになると考えられるように思います。では服のみの場合はと考えてみますと、そこで思いつくのが異文化圏で授与される着物です。着物はしばしばタペストリーとして飾られます。また婚礼の二飾りの際に一向に着物を飾る習慣は近代ではあまり見られなくなりましたが、目録とともに着物を見る文化という点ではこれも当てはまるのではないかと思います。もう一つは平安時代の内での美意識を思いつきました。このスライドのように派手の儀式や行事の場で五つ絹唐揚げ沼を飾ることで空間を演出する文化です。こうして貴重を抱え込むように女皇装装束をくくり、メスの下から袖口や裾の重ねの色を華やかに見せる装飾は、平安時代の服を飾り、そして見る文化です。もう一つ、再現展示という先生のご発表に対しては、美術館の着物の関連の展覧会が当てはまるように思います。そこで私が企画に関わった着物の展覧会を取り上げてみることにしました。形状をどのようにでも変えられる着物を美術館でどのように展示するかということです。どのように美術館、このようにですね、美術館では遺恨にかける展示が一般的だろうと思います。この神戸ファッション美術館特別展示で2010年に行いました華麗大正ロマン綿分コレクションの着物たちもこうして移行展示が中心でした。西陣織の会社綿分のコレクションを借用しての企画で、コレクションは移行展示としました。これは綿分さんのコレクションの中でも非常に貴重な明治期の三枚重ねの花嫁衣装です。もちろん、貴重な着物ですから移行展示ですし、こうして3枚を並べればそれぞれにその精緻な模様も鑑賞することはできるのですが、これを3枚重ねた当時の花嫁姿を再現できないというのも残念なことです。参考までに例えばこうしたエヴァ模様、体に巻くと実際には左奥身から左の前身頃にかけての裾の模様が強く強調されますし、全体に直線に斜めに走る線を着付けることで曲線となりますから印象は随分変わります。また帯をつけることでも視線は変わります。例えばこの小立ちの向きはファッションでももう少し短くなるわけですし、帯をすることで模様は取り上げます。
しかし、実は移行展示の水の展覧会で、関係者からの要望もあって、と言いますのは、その前の年にマネキンを使った着付け展示をしまして、その反響が大きかったものですから、エントランスにコレクション以外の着物を借りて、こうした着付け展示を行いました。着物は素材の性質上どのような形にでも飾ることができますから、所有者の意向次第ではこうした展示も可能なわけです。ではまず並木先生の洋装の復元というご発言を着付け展示に当てはめて考えてみたいと思います。先ほども申しましたように、和田文コレクションの大正の着物展の1年前には、華やぐ心、大正昭和のお出かけ着物展として、こうして着付け展示を取り入れた、つまり、様相を復元した着物の展覧会を行いました。この展覧会では、NPO 法人、京都国保存会所蔵の着物を中心に展示を行いましたが、この京都国保存会が目指しているところが、資料展示の際には聞き取り調査を行い、できる限りその着物が生きた時代の様相を再現することでして、同じように神戸ファッション美術館もその再現展示というところにかなりの思いのある美術館ですので、その思いが実現した展覧会となったわけです。もちろん、資料のコンディションも年代からして着付け展示に耐えられるものだからこそ実現したということもあります。この展覧会は私は実は関わっていないのですが、参考までに紹介しますと、池田茂子氏のコレクションの明治大正昭和の着物を平成流にコーディネートした展覧会の展示資料です。池田氏のコレクション展はアンティーク着物が注目され始めた頃にあちこちで開催され、いつも多くの女性たちでにぎわった展覧会でした。この展示がアンティーク着物を着付け展示した展覧会の講師かと思います。参考までに、右の図は婦人グラフに掲載した掲載の対象の女性の着物姿です。着物の柄行きが当時流行の模様でして、中央の赤い着物の柄行きも大正末に流行したものなのですが、着付けは平成流ということのようです。神戸ファッション美術館の展覧会に向けては、京都保存会の全面的な協力で、昭和期を通して和裁師として活躍した女性にアドバイザーになっていただき、こうして展示品の取り合わせを考えていただきました。和裁師の方にの若い頃の昭和期に流行した柄や取り合わせなど、その記憶をお話しいただき、着物帯揚げ羽織の取り合わせを考えていただきました。実際の着付けはプロの着付け師さんにお願いしましたが、その方たちに事前に当時の着付けを再現するための試着を行いました。お願いしたわけです。でちなみにこの展覧会では、実際に着物を着ると袖口から長襦袢が見えるということで、見せかけの長襦袢の袖を作り、すべての着付けの展示の袖に仕込んで、このようにリアリティのある着付けを行いました。これは当時多くの女性に好まれた紋の長襦袢の再現です。そして神戸ファッション美術館の準備室で数日をかけて、こうしてマネキンに下地をつけて着付けを行いました。和裁師の方に立ち会っていただいて、当時の着付け、例えば衣紋の抜き方、半襟の色がと見せ方、帯の結び方などいろいろと指示いただきながら展示準備を行いました。先ほども申
申しました。見せかけのもみの長襦袢が袖から覗いていますが、それにこうしたコントラストのはっきりとした着物と帯の取り合わせを見て、来場者の方からは懐かしいという感想がありましたが、一方では若い女性たちの間にはなんておしゃれというようなコメントもありました。ちなみにこうした結んだ形に合わせて描かれた名古屋帯の模様は、こうして結んだ形にしてこそその美しさが伝わるのではないでしょうか。さらに展示構成では空間の演出の工夫を凝らしました。先生のご発表の文化の復元のところです。これはお名刺と名刺の展示ですが、お名刺と名刺ではどちらかというと名刺の方が受容者の年齢が低かったという証言をもとに、名刺の方は少女が集う空間を演出してみました。これは手足を自在に動かすことができるマネキンを利用して長袖の展示を添えることで、着物と帯の組み合わせに悩む女性の展示です。演出をしてみました。これはお呼ばれに行く前の娘と母の会話が聞こえてきそうな空間演出です。実は母親の膝の上にある着物はコンディションが悪く、肩の擦り切れが目立ったものですから、こうした展示にしたという事情もあるわけです。簡単とか、取り留めもないコメントになりましたけど、以上で理解させていただきます。ありがとうございます。